トータルをこれやばいほんとこれ強いカフェイン 300g プラス100だからトータル 400g 入ってるからカフェインカフェインめちゃめちゃ量多いしこれはねあのほんと時々しか飲まないんですけどもう体のピリピリ感が半端ないです、まあ、僕がいつも飲んでるあの魔法の粉ねあのプリワークアウト粉で作るやつも ピピリリピするんですよあのピリピリ感っていうのはカフェインじゃなくてなんか聞いた話をちょっと忘れたんだけどなんだっけなーこれカフェインじゃないんですよベータアラニンかななんか違う成分の効果によりピリピリ感が起こるらしいですこのピリピリ感がね最近僕は結構あのとりにされててあんま良くはないんだけど、まあ、このピリピリ感で 僕のスイッチが入るっていうような感じでね、結構好んでて、多分ね、体にはあんまり良くないんじゃないのかなとちょっと思ってるんですけど、まあ僕はね、そこは気にせずに飲んでます。はい。ということで、まあ僕は今現在ですね、コブズハーバーに前言いましたけど、コブズハーバーに滞在してます。で、ここにいる目的は、ブルーベリーのピッキングでお金をがっつり稼ぐ。うん。それとあとトレーニング頑張るってことなんですけど、もうすでにですね、ブルーベリーのピッキング、えー、4回やったかな。うん。 でねさて4回やってどのぐらい稼げたでしょうかということなんですけど、えー、全く稼げません、はい、これはですね、あのーまあ、タイミングもちょっと悪かったっていうのもあります実際なんでかっていうとブルーベリーっていうのは雨が降るとできないんですよピッキング取れないので,で最近ね雨が多いんですよめちゃくちゃなので、えー、もうここ来て1週間以上経つけど結局今日は休みとか でその仕事場に今日は仕事あるよって言って仕事場行っても9時半からスタートって言われてたのにそこ行った場所でまだ取るなと待機させられてで12時ぐらいまで待ってた時もありますなんかまだ濡れてるからピックできないとそれはねファームの,なんかその管理人の人が決めるらしいんですけどでもでもその朝早くに行かなきゃいけないんですよで結局あのー、短い時間しか取れなかったりあとは 午前中ピックしてて、午後からなんか雨降りそうだからもう終わりとか、なんかそういうね、雨の連続っていうので、プラス雨が降らなかったとしても、えっとね、一番最初、初日が俺一番稼げたのかな。一番初日で稼いだ日でも、えー、200ドルぐらい。7時間働いて、もう全力でやって200ドルぐらいしか。日本円でいくと1万8000円とか9000円、そのぐらいだと思うんですけど、はい。 まあそんななような状況ででそっからね、あとはもうね、7時間、まあ、基本的に朝、だいたい朝早すぎるのも、こうなんか湿気てたりとか、この水滴があるからダメらしくて、だいたいね、1日7時間から8時間労働なんですよ、うまくいけば、ちゃんと晴れて、問題なくいけばで、初日しかね、その7時間、8時間労働というのはしなくて、あとは全部もう、 スタートが遅かったり早めに切り上げたりというのに5時間とか4時間とかしかできなくてでもねあの早い人は7時間でえっ、ー、とねどんぐらいだったかな、まあ、300ドルとか稼ぐのかな僕が行ったファンでもっと早い人だと、まあ、350から400とか稼ぐらしいんですけど、まあ、僕ねもう4日目で結構頑張ってるんですけどなかなかね難しい、うん、ブルーベリーのピッキングでブルーベリーのピッキング僕が今回分かったのは あの俺みたいにこう動くのが得意ですよみたいな体力バンバンありますよっていうのはねそんな関係ないことが分かりましたあのね手先の器用さなんですよブルーベリーがこういっぱいになっててでちゃんとした青いのしか取っちゃダメなんでその中に緑色のやつだったりちょっとまだねこう熟してないちょっとあの何、ー、て言うんだろう紫色オレンジ色まだ赤っぽいやつとかもあるんですよそういうのは取らないようにこう塊があったらその中にいろいろ混じってるわけですよだから青いやつだけこうね 手のひららをこう下ににししててててパパって取っっここに乗っけていくらしいんで、すよでこうドドドドドてでここにバケツをこう持ってるからバーって入れるような感じなんですよで。それがね、俺うまくできないんですよね。こう、全部緑色のも入っちゃうから、結局ここ取った後にここで緑色とか赤いの取る作業で入れる。だから遅いんですよ。はい。で、高い位置は、まあなんかね、いろいろテクニックあるんですよ。でも結局は このね手先の器用さなんですよ。どれ結構手先、まあ不器用ではないけど、うん、そんな器用でもないんで、なんかね、女の子とが結構早いらしくて、これ、慣れていけばいいのかもしれないけどもね、問題はね、これね、雨がめっちゃ降るっていう。1日、最初日だけ俺200ドルで、あとはもう100ドルとか、120ドルとか、80ドルとかしか稼げてない時給でいったら、一番良かった時に23ドルぐらいだったのかな。23ドルですよ、それで。 時給23ドルって言ったらこ、こっちだで低いんですよ、かなり。とか、十何ドルの時とかもあったし、まあそのぐらいしか僕は今稼げないと、まだね、4回しかやってないんですけど、でもね、来週っていうか、ね、来週の天気予報をね、確か見た時も、雨続きなんですよ。はい。こうなるとね、もうね、稼げるどころか、マイナスですよ。はい。 もう僕、はバク,バクバク食べてるんで、そしたらもう、チートデイなんかやっちゃったら、1日で100ドルとか150ドルが使っちゃうから、なんで、マイナスでございます。はい全然お金、たまりません。ということで、まあ、ちょっと今、様子見てるんですけど、あまりにもね、この稼げないんであれば、ちょっともう、移動しようかなっていう、でもね、かなり自由でね、めちゃめちゃそこはいいんですよ。帰帰りたい時に帰っていいにってしあの ただ取るだけなんで、もう特にルールも何もないし、もう休みたい時は勝手に休んでくるみたいな、歩合制なんで自分やればやるほど稼げるねで、でも休みたけれ休んでいいし、でも前の日に明日休みますって言ってもいいし、だからもう結構適当なんで、でもその分向こうも適当なんで、結構ね、場所も地図で送られてきて行くはいいけど、なんか違ったとか、で行ったはいいけどさっき言ったようにめっちゃ待たされるとか、その待たされる分の時間とかも含めたら結局もっとね、 拘束されてるる時間長くなるんで、そうするとまあ僕の場合、うん、だったら筋トレしてた方が良かったじゃないかってと思う時もあるんで、まあ、そういう意味ではどうなんだろうなと思ってまあでもブルーベリーもねあのあーこんな感じだいた大体分かったんでまあこれねあんまり稼げないって分かったら俺もうすぐ移動するんで、まあ、他にもねファームっていうのはバナナとかバナナはね結構ハードだって聞くんですよね 俺ね、もうあの細かい作業よりもハードでもう体力自慢で勝てるみたいな方が俺は嬉しいんですけど実はまあでも何て言うんですかバナナとかチェリーとか、まあ、シーズンによってねいろいろあるんですけどなんでまあちょっともう数日やってあまりにもダメだったらちょっと場所移動しようかなってまあね同じとこに行ってももう12月23日に日本帰るんでまあどうせだったらいろいろなとこ行った方がまあそれはそれ楽しいしいろんな街見れるしはいそれもいいかなということで一応、えー、移動も 頭の中に入れつつ、はい。ま、あ12月23日には、あの、百何十万稼ぐって言ったけど、無理ですおそらく。もう、10月になっちゃったし、もう、うん、うん、うんって感じなんですけど、まあまあまあ、いいよ、まあ、とりあえず、まあ、頑張りますよ。まあ、また旅ということで、どんどんやっていこうかなと思います。はい。ということで、これがですね、僕の今の現状報告でございます。はい。で、あの、体の方はどうなんだいということなんですけど、えっとね、 えーっとね、これはですね、チートデーを何回かやってしまいましてですね、僕、はい。もう食べる欲求に、こう、食べる欲求っていうか、なんかね、僕、あのー、なんだろうな、こう、やっぱね、ずっと同じことをやってるっていうのがね、あんまり性に合わないっていうか、だから食事もずっと同じ感じでやって、別に食べる欲求がそれは出てるわけじゃないんだけど、なんからね、ずっと同じでこう、やってって、体作るより、 なんかこう、バーンチートデして、バーン断食して、バーンチートデして、バーン断食してとか、まあ、それがいいのか分かんないけど、なんか、よくないのは間違いないんだけど、だけど、まあそういうの方が俺は好きだなっていうのと、あとまあもう一個ね、チャンネルを、もうこれ、だいぶ前から俺チャンネル作りますって言っといて、全然動画アップしてないんですけど、あのー、今、動画をいっぱい撮ってるんですよ。編集してるんですよ。はい、ワイルドリンって言って、ワイルドなキャンピングとかそうの。そこで、あのー、やっぱね、俺食べるのが、 何て言うんだろうなぁ。結構食べれるんだよ、俺。めちゃくちゃ。ほんで、食べても太らない自信っていうのがあるんですよ。で結構コントロールは得意なんで,で、めっちゃ食べたり、めっちゃ我慢したりっていうのは結構できるタイプなので、なんでやっぱり、あの、異次元に食べるっていうのもね、あの、動画にアップしたい気持ちはすごいあるんですよ。でも、このチャンネルで俺、それ食べる動画なんか出してるけど、やっぱあんま重要ないんですよ。もちろん、みんな筋トレを見たいっていうのもあるんで。で、しかも、あの、 ねみんな筋トレとかダイエット頑張ってる人が俺が食べる動画をあげてそれに誘惑されて食べちゃうって言ったらねもうそれ最悪なことになるんでまああのエンターテインメントとしてちょこちょこ食べる動画はもちろんあげるんですけど、まあ、もう一個のチャンネルではワイルドなキャンピングとあとはワイルドにバクバク食べる動画っていうのも作ろうかなっていうのをちょっと思っておるでございますはいであとねいろいろまだねあの 体で実験したいところもあるので、まあ、めっちゃ食べて、それでも体を作っていく方法みたいな感じとか、あと断食とか、まあ半日断食とか、あとまあなんかこれを食べたらどうとかどうとかっていう、また体で実験したい部分もちょっとあるので、はいまあ、そういうのも含めていろいろ取っていこうかなと考えているところでございます。ということで、あのもうこれ言っときますけど、明日僕チートデイします。はいもう決めてるす、明日チートデイするって。はいでチートデイした後にあのー まあ、断食、まあ、いつも大体俺チートでした次の日って丸一日断食してるんですよ。そう体重戻るんですよ。でもね、ちょっともう一日断食してみたり、昔やった気がするけど、でもなんか一回しかやってない、その時は結構ね、二日断食良くないなっていう感じがあったんですけど、でもう一発ちょっとやってみたいなとか、一、まあ、日断食してその次の日を、えー、ケトにするとかあ、ケトジニックダイエットもちょっとやってみたいですね。だ、あのね、俺、ゆっくり時間をかけて体重を落としていくとか、 なんか筋肉そういうのねまあいいで面白くないうん…面白くない面白くないっていうかまあコンテンツ作るんだったらそうじゃないよりもなんかこうガン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 緩急があった方が多分面白いと思うんで俺もそういうのでやりたいタイプなんでなんかもう我慢する時は我慢する食べる時は食べるってやった方がもう時間をかけてこう体調としてくるのでで,、まあ、できないタイプなんではいまあボディーベルダーとかみたいに筋肉を残しつつってやるんだったら多分そういうやり方じゃないと絶対勝てないんだろうっすけど 僕の自重技とかっていうのは結構あの神経で覚えさせて繰り返していて体重さえ落ちればできるっていう部分が僕の中であるのでもうマッスルメモリーで過去でこうバーって全部やってるんでまあねそういう感じでちょっと何を話してるかちょっと頭のこんぐらいがったら分かんなくなってきてですけど、まあ、とりあえず僕の今の現在の状態はそういう感じでございます今現在僕はここいつものえー、っと最初に映しましたけどコフズハーバーのご海前ねあえて えっとまあ、前見せましたよね、あそこにあそこにマッスルパークあるんですよ、はい、筋トレ公園。今からあそこでマッスルマッスルトレーニングしていこうかなとあ。これは俺の車の中です。見ますか、俺の車の中。こん中住んでるんですよ、僕。あげまーす、こんな感じで。これ冷蔵庫でしょ、冷蔵庫にこうやって食材が1か入ってて、んでこれ、ゴミ箱ね、はい、食べたバナナが入ってますね。んで えっとねこんな感じで、まあ、めっちゃ汚いというか、まあ、結構まとめたんですよ、でもこれ寝袋があって、でこの中にいろいろ食器とかいろいろ入れてて、あれがポータブルパワー電源でしょ、でこれプランシェの一応バー持ってきてるんですけど、はい、でだから寝るときは、ここのこのボックスとかを前の、ね、席にこう乗せて、でここのスペースで寝るっていう、で足はねここ冷蔵庫があるからここちょっと細わってくんですよこう、開いて寝れない この上に乗せるっていうような感じでやっておりますはいであれクッキンググッズとかでこっちにちょっと物入れてこここそここここでれにるんです分かりますあのここですよあちょっとこれやべえべえ来たね来たねこれ洗濯物洗濯物に一気に溜めて一気にコインランドリーでそこにこうマットを引いてるんですでこいつらをどけてここで寝るっていうような感じでございますはい まあねこの僕のマツダ CX5 っていうのは、あの YouTube とかで調べたけど、やっぱ、ね、これ寝にくいんですよ。寝るのに車中泊に適してないんですよ。なんでかっていうと、そもそもここが真っ平らにならな,ないんですよ。これちょっとこう、斜め上になっちゃってるから、だからここに俺、このプチプチとか引いて、高さ合わせてるんですけど、まあ、そういうのも含めて、あんまりね車中泊に適してはないんですけど、やっぱ車中泊適してくる車され、ハイエースとか、ああいう四角く,くてでっかいボックスカーなんじゃないのかなと。はい 思いますね。はいはいはい。ということで、えー、ちょっとまた、すいませんね。ちょっとまた戻ってきましたよ。はい。ということで、えーっとね、もう今日はちょっとほんと、ぐだぐだ話になって、ちょっと何もね、考えてないで、俺もともと頭悪いんで、あの、ちゃんと話をまとめられないんですけど、あ、これね、虫除けスプレーも必要ですよ。ブッシュマンファイヤー。やっぱり、外でね、あの、料理したりすることも結構ある。最近はね、車の中で料理してるんですよ。 快適。なんか、だいぶ快適になったんですよ。前もっとぐちゃぐちゃだったんですけど。はい。ということで、えー、そうですね。何でしたっけ何をしたいんだっ,っけ ?12 月23日に日本に帰る。それがマジで楽しみです、僕は。なんでかっていうと、もう4年、5年、5年ぐらい。約5年ぐらい日本帰っておりません。なんで、日本帰って、何が楽しみかというと、もちろん懐かしい日本の景色も見たいし、 周りに日本人がいっぱいいるっていうのもまたいいですよね。こっちだとなんか日本人じゃなくてオーストラリア人とか外国人ばっかりいるんで、あの、僕、ちっちゃいんですよ。僕、身長170センチなんで、こっちいると、あの、女の人とかでもみんな降りるでかいから。だから、逆にね、日本にいる方が身長の高さで気になるんですよ。あの、170センチって、確かね、成人男性の平均身長が、 172とかだと思うんですけど、平均身長ぐらいか、ちょっとちっちゃいぐらいなんですよ、僕って。日本に行くと、もちろん俺よりでかい人もいっぱいいるけど、俺と同じぐらいもいっぱいいるんですよ。俺よりちっちゃい人もいっぱいいるんですよ。で、女の子に関しては、俺よりちっちゃい人はいっぱいいるし、同じぐらいも、俺より高かったら、ちょっとやっぱ、ちょっと大きい人たちなので、あのそんなにいないわけじゃなでも、こっちにいると、もう、どうだうね、半分以上は俺よりでかいんだよ、女の人。半分以上どころかもっと70%以上俺より身長でかいんで。 だから逆にも気にしなくなっちゃうっていうねみんな俺よりでかいのが当たり前なんで。と、はい、いうことで、まあ、日本楽しみでしょあと食べ物も楽しみでしょ食べ物超楽しみこれはマジ楽しみ。 むしろね、あのー、この爆食い止められなくなっちゃうんじゃないのかって恐れがあるんです。美味しいとこいっぱいあるし、安いとこいっぱいあるし、こっちでどこも高いし、どこ行ってもね、あのー、ジャパニーズレストラン行っても大体どこも味を一緒だし、メニューも一緒。あのー、唐揚げ丼、照り焼きチキン丼、えー、炙りサーモン丼って大体一緒だし、味もね、オーストラリア人向けに濃くしてるし、ほんで、ハンバーガー屋さん、フィッシュチップスいや、ステーキやら、なんやらなんやらでしょ。でも日本行ったらもう、カニ寿司何 和食屋来たよ、和食屋。あの、とんかつ定食みたいなの食べたいっていうのあるし、むしろコンビニ行ってなんかもうワンサか食べたいし、あとなんだ、日本のね、いいところって言ったらね、やっぱああいう納豆とか漬物とか、なんかそっち系のあんまこっちにないもの、里芋。 うーんあと、卵はあんまこっち食べないんですよ、生で。生で食べれないから、日本で生卵のっけたなんとかとかね、食べたいし、いやいやもう食べていも立派ありすぎても危ないよ。あと、日本のね、マッスルパークにも行きたいし。 どどんんぐらいいあるのかかちょっとわなでですけどマッスルパークで筋トレ、まあ、ジムでも筋トレって俺でもねジムに関してはちょっとねこれ問題があるんですけど俺今オーストラリアのジムで、まあ、何回か今入会してやってるんですけどオーストラリアの日本のジムむしろ逆に行ったことないんですよあのちゃんとトレーニングしたことないので結構日本ってやっぱルールがあるみたいじゃないですかでもこっちルールなんもないんですよだから俺聞く話の例えばなんだっけあの前見たのがあの 筋トレの途中、休憩中にスマホをいじっちゃだめみたいなで。場所によってはいじるなって書いてあるとか聞いたことあるんですけど、まあ、これとかもね、もうみんなもういじりまくりなんで、こっちの人らは。はい。で、あと日本って俺の様子ですけど、多分スタッフとかこう、見てますよね。安全管理とかすべて含めて。こっちスタッフ誰も見てません。はい。スタッフいません、筋トレ上に。あの、いるとしたらパーソナルトレーニングしてる。でもこっちなんて、周りな何も気にしてない。それ管理人っていう感じじゃない。うん。 そういういい感じじゃない私はパーソナルトレーニングの仕事しかしませんっていうような感じの人ばっかなんで,であとセーフティーバーがないでしょベンチプレスやるときにはで聞いたらなんかセーフティーバーどうするんですかみたいな聞いたときにあの周りの人が助けてくれるよとか、まあ、そういう感じで言われたんですけどその場合はみんな1人でバンバンセーフティーバーなしでやってるし。 あと、こっちでも一応、そのダンベルボーンと落とすなとか書いてあるんですけど、みんなボンボン落としてますよ。うわーやってボーン落としてる。まあ、それは逆にダメなんだけど、スタッフが見てないから全然気づかないっていう。結構多分自由なので、こっちは。なんで、俺そのノリで日本でもしジムでうわーとかやったら、もうボケぶっ殺すだって、もう追い出される可能性があるので、はいはい。まあそこはね、まあもちろん注意してるんですけど、まあそんな俺別にジムにガンガン通ってないんで、あの非常におとなしくやる,やるんですけど、やる場合は。はい。ということで、今日はもう、 何やかんやいろいろ話してしまいました。もうこれね、こんだけ話すと俺の今日のタイトルどうしようかなっていう話してることがいっぱいありすぎて。なんで今日話したことはまとめると、ブルーベリーのピッキング今のところ僕は全然稼げないなので他のファームに行くことも考え中。 あとは日本に帰ったら非常に楽しみ、寿司食べたい、ジム行きたい、筋トレコ園行きたい、懐かしの風景みたい、母校とかも行きたいね。あ、友達に会うのも最高だね。この友達、昔の中学校の時の友達とかね、小学校の時の友達、高校の友達とか、ね、全国の人にもいっぱい会いたい人いっぱいいる。あとは、なんだあ、この車の、えー、僕が住んでる感じの様子の、ね、説明などなどをしていきましょう。ということで、えー、 これからもですね、頑張って。今からちょっと筋トレ、もうちょっ、これ今、トータルウォーを飲んで、もうだいぶピリピリきちゃったの今もうやんないと。はい。ということで、はい。今日、筋トレは、はい。筋トレ動画じゃありません。トーク動画です。ということで、皆さん、さよなら